では、私のお膝に頭を乗せて、寝転がってくれますか？恥ずかしがらなくていいです。膝枕ぐらい普通のことですので。ほら、早く来て。はーい、いらっしゃーい。それでは最初にお耳を気持ちよくするのは、炭酸綿棒。このシュワシュワ炭酸に綿棒を浸してお耳の中をマッサージしてあげます。それではお耳失礼しますね。シワシワでちょっと驚いちゃいましたね。大丈夫。パチパチシュワシュワに身を任せて。リラックス、リラックス。お耳の外側から綿棒で撫でるみたいに優しくスリスリしていきますよ。ゆったり呼吸して、力を抜いてください。リラックス、リラックス。炭酸のパチパチって音と感触がお耳を刺激して、だんだんと涼しくなってきますね。
せです。お耳シワシワしましょう。気持ちよさそうなお顔でとろーんとしてますね。炭酸お好きなんですか？お耳の内側もいっぱいシュワシュワします。お兄様、今夜は日頃の疲れを炭酸で溶かしてしまいましょうね。お耳の奥をシュワパチシュワパチもっとトロトロになってね。
お膝の上でトロトロになって。お兄さま、意外と甘えん坊さんなんだね。よしよし、いい子いい子。それでは、お耳がさっぱりしたとこで、耳かきをしちゃいます。耳かきで、お耳の中、いっぱい気持ちよくしてあげますよ。まずは、お耳の浅いところから、お耳掃除しますね。耳かきでこの辺カリカリするのいいですね。いっぱい気持ちよくなってね。このまま私のお膝の上で眠っちゃってもいいですよ。そしたら私が一晩中頭なでなでしててあげますので。
しょこしょお耳くすぐられて気持ちいいですね。お耳の奥に耳かき入れていきますよ。カリカリされて好きなとこがあったらいつでもおねだりしてくださいね。耳の中いっぱい耳垢溜まってますね。私が全部かき出してあげます。この辺カリカリされたりこことかをツンツンってされるといいの？一番奥をいっぱいいじられるとザクザクしちゃいますね。
力抜いて、全部私にお任せくださいませ。お兄ちゃん、お兄様。ごしょごしょされるの好き？はーい、いいですよ。ごしょごしょ、カリカリ。奥をカリカリされるのと、浅いとこをシュリシュリされるの、どっちが好き？どっちもいっぱいしてあげますね。幸せです。気持ちよさそうなお兄様の顔、もっと見せてほしいです。
ちらのお耳はこれにておしまいです。お顔緩んでますよ、かわいい。もうそんな表情、私以外の猫にも見せてるんじゃないですよね。ちょっと複雑な気分になってきました。